エビスギ。皆さんこんにちは。エビの心です。そして石川カレンです。こんにちは。今日は二人で中華街のおデートをしていきたいと思います。心のチャンネル初の外出？そう。そうなんです。心のチャンネル初の外出です。ということで、はい、早速行っていきましょう。はい。物食べたりねしていきたいと思うのでぜひ見てください。それではレッツゴー。はい、今日はあったかいです。あったかい。でも季節感見せました。何この七分丈の上にモコモコ。違うの、寒いと思ったからさ、中でどうせ脱がないし何でもいいやと思って、来たら、すごい暑いし、今日22度あるらしいし、横浜激アツだから。はい、紫のニットを合わせました。はい、今日のテーマは虫捕り少年です。いっぱい歩くのね。オーバーオールにスニーカー合わせました。かわいい、かわいい。季節感大見すりです。いい感じです。何食べちゃう？小籠包。小籠包、焼き小籠包。とりあえず小籠包を目指して行ってきます。行ってきます。校外学習で通った。へえ、校外学習で来たんだよ。来たの。お父さんマスクしてんのめっちゃウケるの。本当だ。コロナ対策してるちゃんと。ありがとう。1つ目はワンフーチーシュガーの小籠包食べます。行こう。はい、ということで今お店に入ったんですが、メインユニットの方の YouTube で今小籠包食べ比べランキング、勝手にランキングつけてみたみたいなやってるので、はい、こちらを見てください。見てください、はい、で今食べましたね。はい、普通の小籠包と、エビの小籠包、エビプリオ、エビプリオって感じでした。美味しかった。エビです。エビだから、ね、赤いの乗ってるの。山みたい。山、うん、山、なんか、あ、山ね。てか、スープがエビじゃない？マジで超魚介だよ。うん、ほら、こうやって汁が出てくるんですよ。たまんないね、美味しい。ブクブク出てくるんですよ、こうやって。うん、なんかつけてみます。多分ね、ポン酢っぽい。ちょっと酸っぱかった。うん、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 変わる味が。美味しいよね。うん、うん、うまい。どう？うん、美味しい。安定だよね。うん、エビ？エビ？エビ？久しぶりですね、オフ。どう？オフ久しぶりじゃない？久しぶり。今日もこんなになって、お出かけすること自体も、心とオフの日にデートあんまりしたことない。ない。2回目？パチパリの時間だから。そう、1回浅草で食べ歩きで。食べ歩きしかしてないから。そう、心たちって毎回食べ歩きしかしないの。やばいよね。食欲が行かれてるから。そうなんだよ。そう、食べ歩きしかできない。食べ歩きしか勝たんない。なんか普通のデートとかあんましないよ。しないね。チャーシューメロンパンだって。何いうこと？チャーシューってさ、お肉を覚えちゃうね。っなんか、パンダ肉まん。ありがとうございます。なんか、ダージーパイとか。何ダージーパイ？うちらの好きなの。ダージーパイ、うちらの好きな鶏肉で通じるのめっちゃ面白い。はい、続いて金王酒家、金王酒家っきえ、こちらです。キャランパー食べていこうと思います。頼みましょう。はい、はいはい、おすすめはミックス、リコリコリコ、3種類でございます。あ、3種類。はい、3種類。はい、はい、今日は京都国中。ありがとうございます。おいしそう。おいしそう。はい、3店舗目の小籠包を買ってきました。で、こっちからフカヒレ、翡翠、普通の。いただきます。普通のからいきます。熱い。え、味違うスープ、ね、ここ熱い。熱
ただきます。湯気やばい、美味しい。一番熱々。うん、まだ汁飲めるの。え、でも汁めっちゃ入ってるけど、お肉もめっちゃ入ってる。ほんと？いただきます。ね、違うんだけど、なんで？なんか、すごいお醤油っぽい味が強いです、ここのスープは。他のとこはなんか本当に、確かになんか出汁じゃないけど、なんていうの、チキンスープみたいなのが入ってたけど、ここお醤油ベースっぽい。ね、濃いね。うん、うん、待って、ナンバーワンかもからね。違うのもいく。うん、じゃあフカヒレいきますね。フカヒレ、うわー、もう全部出た。すごい、フカヒレ初だね今日。うん、なんかトウモロコシの味がする。どういうこと？どういうこと？野菜もらうね。ここ暑すぎない？熱い。火傷したの？何味？野菜飲んでない？なんだか。野菜、野菜。野菜？なんかもちもち。あ、待って、野菜市場1位。うん。カリン氏は横浜何回目ですか？2回目。あ、今日で3回目。うん。1回目が北海道いるときに。旅行できて、中華街来て、占いやったの、中華街の、うん、ちょっと外れの方に、うん、当たった。すごい。他の中華街ね、ここ来るより来ないんだよ、あんまり。鎌倉行っちゃう。全然来ない。うん、鎌倉行っちゃう。なんで？でも神奈川県民だもん。うん、なんかさ、あれ食べたくない？お肉食べたい。お肉とジャーチーパイ。ジャーチーパイ、うちらの愛するジャーチーパイと、いちご飴も食べたい。そうね、あとね、ごま団子とかも食べたい。食べたい、ね、待って、見て。ここに携帯を入れてたら、歩いてる間にどんどん下に入ってきた。お肉を探しに行きたいと思います。楽しいね、楽しいね、中華街。今日は何時に起きた？今日はここに来る前にお仕事が。そうだよね、朝は6時半に起きた。そう、彼6時に寝たもん。6時に寝たんだ、すごいね。6時に寝て、8時に起きて、うん、お風呂入って10時くらいに。なんかそういう日も楽しいよね。楽しい。何食べたい？チキン。チキン、あとごま団子も食べたいかな。あと今一緒に来てくださってるスタッフさんがいるんで、はい、その方がごま団子が食べたいって言ってたので、行こうと思います。行きましょう。はい、はい、はい、カレンとココロで1個ずつイカの丸揚げと台湾唐揚げを1個ずつ食べていこうと思います。はい、あとイチゴ飴も、イエス、食べます。はい、イカマジでかい。やばいね、顔以上あるよ。美味しそう。買いました。買いました。イカの丸揚げとザーチーパイ。ザーチーパイ。いただきます。見て、サイズやばい。すごいよ。どうやって食べる？いただきます。はい。うん。ゲソ？ま、うまい？くない？何これ、すごい。
めっちゃ綺麗。それでは食べていきましょう。はい、今こちらの占い屋さん占いしてきました。お仕事のこととかね、そう、手相占ってもらったりとか、はい、誕生日から見出してもらってね、はい、いろいろと頑張ろうと思いますので頑張ります。頑張ります。ぜひ応援お願いします。お願いします。よかった、いい結果ではありました、うん、でもね、ここは気をつけてっていう月日とか年月があったから、うん、そこは頑張り時、踏ん張り時だなって思って、ね、うん、未来を大切にしていきたいと思います。はい、ということで楽しかったですか。楽しかったです。楽しかったですね。いっぱい食べて、いっぱい歩いて、結局ゼロカロリーって感じで、ね、いや、歩いたもん、食べた分そう、結構歩いた。知らないも行ったし、知らないも行って、いろんなことができたので、ありがとう、カレンちゃん、ありがとう、連れてきてくれて、こちらこそ。また今度しようね、またお願いします。いろんなとこ行きましょう。ありがとうございました。はい、ありがとうございました、はい、今日もこの動画を最後まで見てくださりありがとうございました。ありがとうございました。この動画がいいと思ったらチャンネル登録、グッドボタン、コメントお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。